プジョー204は、プジョーが製造、販売していた自動車である。当初は、直列4筒サイチェシー 1130cc53 馬力ガソリンエンジンで登場。生産中止直前の1975年に、新設計 1127cc59 馬力に変更された。1968年末には1255。 CC ディーゼルエンジンがブレークとフルゴネットのオプションとして追加されたが、このエンジンは当時世界最小の量産型ディーゼルエンジンと言われる。1973年4月にこのディーゼルユニットは 1357CC に拡張され、1975年9月になってようやくベルリーヌにも搭載可能となった。1970年代末にフォルクスワーゲンゴルフの ディーゼル版が人気を得るまで、このクラスの乗用車では、ディーゼルは人気薄で約15万台の204ディーゼルが生産されたが、ベルリーヌは3万台以下であった。204は、プジョー発の横置きエンジン全輪駆動を採用した点で、画期的であった。ギアボックスとデフは、エンジンの真下に置かれる、いわゆるアレックイシゴニスルーレイアウトで、BMC アド16の影響を強く受けている。 204はまた、プジョーで、初めて前輪ディスクブレーキを採用したモデルでもあった。コンパクトなドライブトレーン、当時の平均より広い車幅によって、204の居住性はライバルのみならず上級の404に、匹敵するほど良好であった。プレーンなデザインは404及び、BMC アド16同様、ピニファリーナの作である。デビュー時は、ベルリーヌだけであったが、 1965年や秋にはブレークが追加され、1966年にはホイールベースを短縮したサンドアクーペットにドアカブリオレが続いた。クーペカブリオレの価格はベルリーヌの20%増しと比較的割安であった。同年にはフルゴネットも追加され、ボディバリエーションが完成する。1969年にはやや大きいエンジンと、 前年にデビューした上級の504に似た顔つきと角張ったトランクを持つ兄貴分304が登場した。これを受けて204のモデルラインは縮小され、クーペカブリオレは1年間だけ304と同じダッシュボードを与えられて生き延びた後、1970年に中止され304ベースに移行した。他のモデルはその後もあまり変更されることなく、継続生産されたが、 1975年には前期のエンジン変更とともに黒いフロントグリルに変更された。日本には総代利店浸透用企業により1960年代にセダンが輸入されたが台数は非常に少なかった。ありがとうございます。